こんばんは。ゆっくりドラクエ大好きマリサだぜ。同じくレイムです。iPhone です。今日はバージョン6まで入ったドラクエ10オールインワンパッケージがいつ出るのか推測するんだぜ。あれ？まだ出てなかったの？そうなんだぜ。2022年7月20日時点では発売予定すらされてないんだぜ。ちなみにバージョン5のオールインワンパッケージは、バージョン5のソフトの発売が2019年10月24日発売。そのオールインワンパッケージが2020年5月14日だったんだぜ。だいたい半年くらいでの発売です。バージョン3やバージョン4の時もそのぐらいの感覚でした。すごい遅れてるのね。でも夏休みだったりお盆休みやらの8月くらいには発売されるんじゃない？どうもそれはなさそうなんだぜ。というのも現在発売中のバージョン5までのオールインワンと、バージョン6のそれぞれダウンロード版のソフトが、2022年7月20日から8月3日までセールするからなんだぜ。ちなみにこれと同じセールをすでに1回やっているんだぜ。このパッケージでは2度目のセールなのね。今回のセールでバージョン5までのオールインワンを買った場合は2640円。バージョン6の追加パッケージを買った場合は3064円なんだぜ。合わせると5704円になりますね。バージョン6まで入ったオールインワンが出た場合は定価4800円と税金480円追加で5280円だろうから、424円くらい割高だな。あら、そんなもんなのね。なら買っちゃおうかな。運営様もそういう計算があるんだろうな。でも、こういうパッケージは欲しいですよね。お店で買うパッケージ版なら店頭割引もされるだろうからな。実際には今回のセールで買うよりは1000円近くは安く買えると思うんだぜ。え、それは聞き捨てならないわね。1000円だったら月額利用料と同じだわ。一体いつバージョン6までのオールインワンパッケージが発売されるの？早く教えなさいよマリサ。今回のセールの終わりが8月3日までだからそこから先なのは間違いないとして、予想としてはズバリ2022年10月だな。その予想の根拠は何なの？2022年9月15日にドラゴンクエスト10オフラインが発売される。そこからオンラインのソフトをプレイしてもらうためにこのタイミングでのバージョン6までのオールインワンソフトの発売は外せないだろうからな。むしろ異例とも言える2回のセールはこのためだったと考えられる。確かにオフライン発売後からの全部入り発売の方がインパクトあるものね。オフライン版発売からの3週間ぐらい後ではないかと推測する。2022年10月6日の木曜日発売が、マリサさんの予想なんですね。当たったらチャンネル登録よろしく頼むぜ。高評価もね。外れたらこの動画を削除する覚悟です。大した覚悟ではないな。